ハナトゥーセイパパラピーズです、ね、あ、違う、間違えた、イムニだな。別にいいよ、123だけ韓国語、ですだけ日本語。せーの、ハナトゥーセイパパラピーズイムニだ。誰に向けての動画なの？そうよ、韓国人友達がいるんですけど、あ、僕の周りの友達パパラピーズ好きな人多いよって嘘言われたのと、うん、韓国のウィキペディア、うん、パパラピーズ新しくできてたよって言ってて、マジ日本の YouTuber っていうなんかもう正式なページをいただいてたらしい。ありがとうございます。韓国の人からするとこういう強烈な見た目のインパクトはやっぱ受けがいいんだって。すごいなんか面白いって見た目が面白い。パパラピーズビジュアル担当ってことだね。そうなんですよ。いや知らないわけ、ね、普通におかしいよ。中にはほんまにビジュアル担当と思ってる人もおりませんから。ほんまにジンジンと結婚したいっていう子もいてるからな。なんかその物好きみたいに言い方するのやめて、ほんまにやばいやつとかじゃないですか。だからそれ人それぞれ。はよして。ということで、はい、今日はですね、はい、本日からグラコロが出たということで。今日なんだ。そうらしい。あ、そうなんだよ。グラコロを食べながら、はい、近況報告やろう。近況報告です。近況って何？近況報告って何？近況の報告。グラコロもそうやけど、はい、なんかこれ新しい、なんていうん、これそれなんだ。コクーマアンガスビーフボロネーゼグラコロっていうのも出たんです、こちら。はい、それではお手合わせて。ありがとう大地、ありがとう太陽、命をありがとう、いただきます。じゃあ私は普通のグラコロから。私はサラダから食べる順番もね大事ですから、本当に。もう気にすんの遅すぎねんって。手遅れ手遅れやめて。もうじゃあいただきます。今日なんかエレガンスだね。あ、ごめん。うまっ。やっぱグラコロって美味しいよな。美味しいな、うん、パンもさ、うん、いつもよりは柔らかい感じのさ、中にグラタンが入ってるわけですから、うん、冬を感じます。うん。じゃあ私は続いて、コクーマアンガスビーフボロネーゼグラコロ。マジでうまい。美味しい。うん、どういただきます。見て、マカロニグラタン、マカロニ、うん、普通のグラコロ、ん、何そう、ないの、なん、アンガスビーフどこ？そういうことか。ビーフ言うから、なんかそのグラコロの上に、あれなんかパティが乗ってんかなみたいな、うん、パンティじゃない、パティ、その、あのハンバーグのことの話だね。それが乗ってるかと思って、これソースの話や、ビーフ言うてた、うん、ソースがビーフなんや。うん、中身は普通のグラコロ一緒。この上のやつ、あ、すごい、おいしい。突然来た。コクうまって、ほんまにうまみがすごい、こう、なんだろう、あ、まろやかやねんけど、うん、でもこれアンガスのソースが、うん、こう直訳を引き立たせるぐらいのなんかうまみっていう感じで、すごい、そう、牛のうまみがすごい、こういう牧場というか、こう牛さんがいっぱいいてはります。なに、うん、急にさ、バグる日と、バグ、今日バグる日やんの、多分6、4で言うさ、なんか気になったら、カセットこう抜いて、うん、6、4って言って、正直ごめん、ほんまに6、4がわからんごめんね、うん、ごめんね。こうやってやってね、抜いて、ふーってやって、ふーってやって、あ、それはわかる。そのふーのあれはわかんないけど、ふーをする前やね、する前のバグってる。あ、そういうこと、うん、あ、バグってるってことだ、うん、ね、いい意味でね。はいはい。うん、最近スイッチのさ、うん、ポケモンのさ、うん、ダイヤモンドパール新しくなって出たやん。ふむふむ。で、私はやってないねんけど、うん、あのスイッチ家にあるから彼氏がやってんねんか、うん、見てたんよ、ポケモン。ほんなら手持ちポケモンの中にジンジンがいてたの。え、見た目がジンジンなのか、名前がジンジンなのか。名前がジンジンで、何のポケモンにジンジンってつけてたと思う？うん、はい、入れつぶて。違います。ベロベンガ。違います、似てるけど。正解はゲンガーでした。私？そう、ゲンガーにジンジン、ハートって名前つけてた。やりたくなってきた。だから今日ダウンロードしいや。でもさ、本当にやばい話していい、うん、それさ、あのスマブラやってて、コンピューターじゃなくてガチなあの生身の人間とオンライン対戦するんだけど、うん、俺なんか酔っ払って、うん、負けてめっちゃイライラして、うん、バーンって叩いちゃって壁にちょっとへこんじゃって。え、待って、スイッチ投げたあんた。なんやーって言って、アホやん。で、壁にも穴開きそうになってへこんで、うん、アホやん。めっちゃなんか俺酒癖悪い最近。けど最近の酔っ払ったジンジンはなんか力が異常に、なんかいつもの500倍ぐらいの力になる。ほんまにサング数できるのか。500倍ってどれぐらい。すごいよマジ。私だってもうほんまに最近ジンジンが酔っ払ったところにいてたんですけど、そこにで腕をグワーって掴まれて、もう本気でこうやってやってんねんけど抜けへんねん。ほんまにごめん、それ以来飲んでないね怖くて
反省文を多分18枚ぐらい書こうかなって。ほんまに書いて。何書いてじゃん。さすがに。もの怖いと人の殺しあん。人殺すわ、ほんまさすがにやめて。まあないから。いや、それないから OK じゃないから。ほんと？うん。人は殺したあかんよ。わかってる、はい、田中がもうちょっと一回なんか炎上してる。なんで私が炎上しないのかな。そんなすることしてへん。わざわざ炎上するようなことすんの。じゃあ何で炎上するって言って。今回の YouTuber はわーって言ってくれて殴る。で、また私がカッとなってしまいって言って。エミリンはもうもちろんだし、エミリンとかもちろんだし、うん、まあ、もうやっぱやってエミリンバーやって、この度ちょっと私の力加減が分からないか引き起こした力ないの分からないわ、もうやばい。普通に言えばバケモンや。でもエミリンに殴りかかろうもんなら向こうも本気出してくるから。エミリン強ぞ。意外とめちゃめちゃ強いかもしれん。エミリンっておもろいよな。いや、おもろいよ。俺昨日はアリエル見てたよ。あの女何っていう、ごめんなさい。いや、ほんまにおもろい。めっちゃおもろいよな。そうやね。ね、でもあっという間にもう3つっていうことで、あっという間じゃないから。全然喋りすぎて食べてへんねん。いい加減にしてもお前。あーレビューってことなんで、これまた朝日おいしいよ。いやいや、なんか言いたいことここにあって。思い出せ。でも空港会社のあのキャリーケースが流れてくるあの機械のようにふーって。あーでもそうやったらちゃんと回ってくるから、またこうやって。今この辺、今この辺まとってや。もうすぐ来るよ、うん、思い出せよ。はい、思い出してよ。今からしなさい。いや、もう思い出しなさい。もうやめてください。もう思い出せな。何分待たなあかんねん。何だったっけ。じゃあ分かるかいな、そんなもん。何やねん。ねえ、もうマネージャーやないか。マネージャーやないかい、ほんまに。あっつー。いや、もう首にしてください。ジジほんまに。お疲れ。今どこ。今撮影してます。あ、オッケーオッケー。行っても大丈夫。あ、そうや。どうしよっかな。どうしても来たいんだったら全然いいよね。どうする。ジジ首で。かわいい。うちに来てもらって大丈夫です。ありがとうございます。最低やだ、ほんまに。マジで最近な、なんかな、もうマネージャーさんに対する友達感覚が、え、いいじゃん。徐々に詰めていくやったらいいんよ。あっちゃーって電話出て、向こうも困っとるやん。話の内容で変えんねん。すごいお仕事を持ってきてくださった時、うん、あ、本当にありがとうございます。じゃあぜひやさせていただきます。普通そんな方が、はい、あっちゃーもうわからん、ほんまに。飲めない。なんで近況報告言ってんの。何も近況報告してへんわ。ドエリア喋ったで。何ドエリア。名古屋弁ですっげーって。ドエリア喋ったで。ドエリア喋ったよ。こうやってやるので憧れてた時期ない。ない。え、ん、何今の。いや、そこについてた野菜をポンと。あ、怒ってんのかなと思って。違うよね、別に。怒り方変やろ、めっちゃサイコパスやん。そんな、大丈夫大丈夫大丈夫。おいしいね。何してた。ネットフリックス。ネットフリックス何見てる最近。あ、あれ地獄が呼んでる。ああ、それなんかランキング入ってるやつ。うん、韓国のやつ。うん、誰。マネージャーかや。マネージャーさんや。もうそのまま上がってください。入ってきてください。無事マネージャー着というわけで、ちょっとくどいようで申し訳ないけど、ほんまにガチで4日後誕生日。またみんな、ね、なんともアピールとかじゃなくて、あれ、あ、クリスマス1日の誕生日、その前に。じゃあクリスマス、はい、ほんまにやっぱ心を込めてね。何？ジンジンには。やめて。誕生日プレゼント、なんと。聞いてない聞いてない聞いてない。用意してます。目つぶってください。待って。ね、聞いてないって。目つぶってください、ほんまに。今すぐに目つぶってちゃんと。目つぶって手をちゃんと声で出して。え、待って、本当に？うん、ほんまほんま。27歳の誕生日、やっぱおめでとうということで、うん、素敵なプレゼントを用意しました。それではおめでとうございます。ありがとう。なるほど。でも私もね、今日ね、田中君にもすごいプレゼントいっぱいあげたし、さすがに今今日ちょっと待ってちょっと待って、なんで
ちょっと待って、ほんまになんで、なんで違う違う違う、カメラ見えてないし、なんでカメラないでやんなの、そんなとこにコメがいく初めてやよ。今マネージャーさんが多分ソファーに座ろうとしたんですよね。ソファーに座ろうとしたらなんでかわからんけど、多分椅子がないとこにこう降りたんか知らんけど、それでドテーンゆっくりこう、うわー止めたなんか失礼な、ぬいぐるみがコローンって転がったみたいな感じのこけ方しはった。ねえびっくりした、なんでオチ持ってくの。